一国社会主義とは、1934年頃に、発生し1936年まで活動を続けた、日本共産党からの転向者による思想運動である。名称の由来はコミンテルンから離脱した、日本独自の社会主義運動という趣旨による。1933年6月、4.16、事件により、獄中に囚われていた日本共産党の最高指導者、 佐野学及び、鍋山育ちかが、共同被告同士に償る賞を発表し、天校を表明すると、この声明を、指導理論として、新しい党組織、運動を作ろうとする動きが起こった。1934年8月、国外の活動家である、西山佐伯、片山都志川内馬之助らは、国中幹部と連絡を取り、国少数の研究会をはじめ、労働運動、 農民運動への浸透を図った。彼らは、同年12月頃、中央指導部を発足させて、一国社会主義提税を作成。翌1935年6月15日には、老農派の稲村隆一と協力して、帰還し、日本政治新聞を創刊した。この運動には、国外にあった、西山、片山、河内、靴見ふさこの他、中では、佐野、 鍋山を筆頭に、高橋さだき、三田村史郎、田中清春、風間城吉、中尾勝夫など、天候表明を行った第二次共産党の歴代指導部メンバーが参加していた。日本政治新聞総刊号では、一国社会主義運動の背景にあるのは、差し迫る、戦争の危機が、社会主義運動懸案の社会主義改革について、 緊急のプログラムを要求している事情であるとし、日本の全民族の社会的国民的利益を最も深刻に代表する日本の労働者の行動を促した。しかしこれまでの運動は、日本の共産党を日本支部として位置づけるコミンテルンの公式主義とセクト主義の弊害によって、労働者の現実の生活や意識から有利する結果に陥っているので、今後、 日本の党組織は民族に目を向け日本独自の自主的発展を勝ち取っていくべきだとした。さらに、指導民族たる日本人によって引きられる朝鮮、台湾、満州、中国を含んだ大国的社会主義を標榜したのである。しかしその反面天皇制への評価については、老能大衆が天皇制を支持している限り、彼らからの有利は避けるべく、 君主制廃止の主張は掲げるべきでないという消極的態度に止まっており、回答派と同様、天皇制と社会主義の関係については明確に説明されなかったということができる。この一国社会主義運動は、労働大衆の間で共有される感情に依拠すべきだという主張にもかかわらず、現実の労働運動や農民運動に対してはほとんど影響力を持つには、 至らなかった。また、天皇制打倒を掲げないことで関係の弾圧を、免れ、合法的運動へと脱皮することができるだろうという、運動参加者の期待は、翌1936年の2.26事件以後、現状打破的な革新派右翼との共同戦線を、警戒した当局の弾圧の中でもろくも裏切られ、帰還し、日本政治新聞が廃刊に追い込まれて、運動は消滅した。 ありがとうございます。